ははいこんにちは今日は再生繊維ということでやっていきましょうまずはこちらをご覧くださいこれですよ綺麗いな糸ですね実はこれはとと言われる繊維の糸なんでですすがってとても綺麗ですね例えばこれは絹の代わりに使われている化学繊維なんですだからつやがって綺麗なんですねさあ他にもこんなのがあります あらこれは小学校あるいは幼稚園からずっと使っているセロハンテープですよねさあ実は両者ともこれセルロースが原料となっているんです意外ですよねさあこのようにセルロースを原料として半合成繊維とは違う過程を経ているんですそんな繊維はこちら再生繊維と言いますどんな過程を経ているかというと セルロースなどの天然鉱物化合物を適当な溶媒に溶かした後繊維として再生させたものそれらを総称して再生繊維と言っていますよろしいでしょうかさあこの再生繊維なんですが一体どのようなものがあるのか気になりますよね今日はそれについいてて見ていきましょうさあ 銅アンモニアレーヨンということで、見ていきましょう。こちらです。まず、何を用意するか、こちらです。希硫酸を用意します。さあ、この希硫酸の中に、こんなものをぶち込みます。こちら。見てください。注射器型のピストンの中に、セルロースを溶かした。シュワイツアー試薬と言われるものが入っています。このシュワイツアー試薬というのは、水酸化銅。こいつを。 ノアンモニア水この中に溶かしてそしてさらにその中にセルロースを溶かしたものになっていますということで今この中にはセルロースがうわっつって液体になって溶け込んでいるわけですさあこれを今から気流酸中に流し込むとこんな風になりますこちら見てくださいピューっていっぱい出てきましたよねこれ繊維なんですお名前がこちら ドアンモニアレイオンと言います別名キュプラですさあこのドアンモニアレイオンなんですが性質としてとても光沢がありますそしてさらに滑らかな触り心地になっていますので例えばコートの裏地とかありますよねつるつるですよねそういうところに使われていますとても利用価値が高いですということでこのドアンモニアレイオンなんですが覚えてほしいのはやはりシュワイツアーシアクそれによって 同アンモニアレーヨンということで、この二つの単語をセットで覚えておくといいと思います。イメージとともに頭の中に入れておきましょう。さあ、ビスコースレーヨンということで見ていきましょう。こちらです。先ほどの同アンモニアレーヨン、キュープラと同じく、また希硫酸を用意します。ただ、上から。 出してくる液体は違いいますすこちらです見てくださいセルロースそして濃水酸化ナトリウム水溶液そして二硫化炭素ですねこれらしっかり混ぜ合わせて溶かしてこの液体の名前がビススコースと言いますさあこのビスコースを気硫酸中に流して セルロースを再生させますするとこうなります見てくださいまたなんかニョロニョロ出てきましたねこちらのお名前がこれですビスコースレイと言いますとても簡単ですよねさあ先ほどの銅アンモニアレイヨンと違うのはビスコースってなってるだけですとても覚えやすいですねちなみにこのビスコースレイヨンは薄く伸ばすとなんとセロハンテープになったりしますつまりこれ セロハンテープの原材料になるわけですねビスコスレイオンセロハンテープこちらはこの二硫化炭素ありますよね CS 見慣れませんがこいつがあったらビスコスレイオンかなっていう瞬発力を持っておくと良いと思いますしっかりとこれも頭の中に入れておきましょうさあ練習やっていきましょうこちらです 次の問いに答えよということです。一番目は、セルロースなどの天然高分子化合物を適当な溶媒に溶かした後、繊維として再生させたものを何というかということですね。繊維として再生させるんです。さっきいっぱいやりましたよね。さあ、このようなものを再生繊維と言いましたね。 よろしいでしょうかお名前はとても簡単ですただ気をつけてほしいのは半合成繊維とかとは違いますから気をつけてくださいでは2番目ですシュワイツァーアクにセルロースを溶かすと粘性の大きいコールド溶液となりこれを最高から気流酸に押し出すことで得られる再生繊維を何というかということですね覚えてますかシュワイツァーアクです このシュワイツアーシアっていうのが来たらピーンと来てくださいねドアンモニアレイヨンですよねよろしいでしょうかちなみにもしこのような問題の空気の中で二硫化炭素ってきたらそれは ビスコースレイヨンって答えるそんな瞬発力を持っといてくださいしっかりと再生繊維そしてドアンモニアレイヨンちゃんと押さえておきましょうさあ本日のまとめです今日はセルロースの応用例として再生繊維について学びましたねドアンモニアレイヨン他にも ビススコースレイオンもやりました意外と身近にあったセルロースの再生繊維と言われるものですねしっかりとイメージとともに抑えておいてください。では今日はお疲れ様でした。